土方の安畜賞の死体が4020体。土方のクソったれの死体が。羊を数えろ。大筒用意。あ、いや、そこじゃなくて。何びっくりしてんだ。こっちがびっくりだわ。そうか、わかりやした。じゃあこれ鼻から飲んでください。姉のパンツくらいどうってことはありませんよね。土方さんなんか親父のブラジャー姿見たことあるくらいでさ。足詰め俺は道を外れたゴンタクレってところですかね。ちょっとソウ君、何してるの。うっせえな。姉がいるんだよ。おい、いいメス豚がいるじゃん。おい、佐渡心に火つけちまったよ。お前ら頼むからこの店から出てけ。金払うから。ウェルコムウェルコム、ゾウてめえ、何してんだ。土方さん、もう少しめり込んでください。あともうちょいです。これなんてどうでしょうか。ん、なんだそのそれ。それ私のほくろでしょうが。とにかくもう決まったことなんで。ソウゴ、止めに行くぞ。誰がソウゴで。え、俺は殺し屋ソウゴ13。おお、誰だか知らんが、心に秘めた俺の企画の方が。どうせ世界の犬の餌みたいな番組だろ。てめえやんのか、おら。いつものことじゃないですか。いつも俺を付け狙ってやがるのか、お前は。俺に妙案がありますぜ。いやー、うちの局長はそこの浅い言い訳させたら天下一品ですね。おい、見てください、あの排気ガス。え、何、どれ。そうちゃん、騒いだら穴がもう一つ増えるぜ。うんこしろ。ジェットコースターが帰ってくるまでにしてなかったら殺すから。マジですか、仕方ねえ。ロケットパーンチ。土方さん、危ないですぜ。生きてやすかい、土方さん。バカ野郎、落ちるところだったぜ。ち、しくじったか。てめえ、何してんだ。ベルト締めんの忘れた、ベルト締めんの忘れた。何よこせっつったんだよ。つか、なんでマヨネーズ。何言ってんですかい。マヨはいつでもあんたのキーポイントじゃねえですか。土方さん、施しパンツ、実は俺の仕業でさ。なんだと。てめえは。殺伐としたおっさんだらけの世界になるぞ。なあ、そう。はい、これ俺がガキの頃使ってた赤粉。大丈夫、洗い出したから。ちょっと違う、狙うのはあっちだ。腕時計ゲーツ。隊長、どこを掃除してんですか。いや、おでこに鼻くそついてたからよ。それほくろです。いや、でも取れたぜ。何してくれてんですか。そこのバケモン、止まりなさい。お前一体何キロで散歩してんだ。今すぐ停車しなさい。これが散歩に見えるのか、ボケ。止まれたらとっくに止まってるんだよ。バカだろ、お前バカだろ。はい、公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。おい、またから卵垂れてるぜ。ハイランビか。うわ、やっぱり嫌いなんですね、そうちゃんの友達なのに。友達関係なくね。好きですよね、旦那。実はあしは世界で最も邪悪な一族の末裔なんでさ。それとも拷問ですか。それ全部ケツだろ。あのさ、いい加減にしねえと刺すよ。本当刺してください。隊長となら本望です。だからよ、その適当なものってのが。てめえ何やってんだ、そこ。どこぞのお偉いへの献上品でさ。土方さん、チャンスですよ、友達作る。3年間机に突っ伏したまま学園生活を終えるつもりですかい。人を寂しいやつみたいに言うな。自分から話しかけないと友達なんてできませんよ。あ、こっち見たぞ。おい、
チラチラこっち見てんぞ。顔あからめた。え、なに、猫好きなの？あの子猫好きなの？いや、ゴリラが好きなんだろ。ゴリラ見て行方知らずの俺を思ってるんだろ。あれ、ソーセージじゃね？新選組ソーセージだ。俺の大好きな新選組ソーセージ。言い訳は300位になって死ね。ああ、じゃあこれで。どういう意味？新選組の汚れです。汚れてんのはてめえの腹の中だろ。ふざけんな、剥がせ。詐欺したもの、チンチン。失ったんなら取り戻せばいいじゃありませんか。これで貞原28番の叩きが。何しやがんだい。土方さんは負けるつもり一切ないんで、眼球につけるらしいです。眼球えぐり出されてえのかてめえは。土方さん、土方この野郎。不快にならねえようにここに女の顔を。おい、もうそれ別の何かになってんだろうが。不衛生だって言ってんだろうが。心身ともに。お前らデカ、ドイツデカ、あとはゴリさん。ゾゴ、飯作っといてくれ。だってよ、土方。で、なんで俺？土方さん、こいつを、あれ？土方さん、何をやってるんですかね？いや、あの、マヨネーズ王国の入り口が。もたもたしねえで歩け。どんなエスコートー。し、何してんだてめえ、こんな時間に。ジョギング。嘘をつくんじゃねえ。そんな格好で走ったら頭ひだるまになら。相互サーティーン、面白そうなんで再び参上しやした。あれ、土方さん顔色が悪いね。あれ、まさか自分がマヨネーズ工場行きたいがためにみんなにマヨネーズ無理やり食べさせてたとか。チケット当てたやつから横取りしてでも。いや、ちょっと待って。え、だってなんか悟り開いたみたいな表情してるわよ。ものすごい遠く見つめちゃってるわよ。出してませんって、マジ勘弁してくださいよ。それが大変になってる。ケツに触れないようにしてる。中途半端な夢なんて捨てちまった方が楽だよ。特にないんでパス。これは完全に調教されている。完全に服従してるよ。つーかおめえ、あの短時間でうららちゃんに何したんだ。え、あーすごい。え、何やってんの？俺だけ幸せになろうなんざ、虫のいい話だったんだ。男は自嘲じみた笑顔を浮かべると、静かに地面に向かって倒れていった。そして男は女の首を足でクリンチし、女は地面に叩きつけられたのであった。ラッキーなことに、男は死ななかった。